うなぎのお夜食事情にゃん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 始まりました。うなぎのお夜食事情、今日もよろしくお願いします。今日はめるちゃんにお願いがあって、はい、なんかみんな知ってる人もいるかもしれないけど、 MERU でめるちゃんっていうね、そうです、ここでなんかうなめるちゃんとは撮影会で出会ったんですけど、そうです、そのもう撮影会をやる前からめるちゃんの存在を知っていて、え、うん、そうで、なぜかというとあのメイドジムとかお尻の写真、写メとかすごい見てたのね、はい、そう、それで本当に今日お願いがあって、やっぱあのプリってした、うん、こう なんていうの、立体感のあるお尻に憧れてめるちゃんにトレーニングしてもらいたいなと、はい、思いまして、お任せあれみたいな今日はうなちゃんには、うん、ナインジムっていう、うん、女性専用のお尻とくびれを作る、うん、すごい、はい、ジムに来ていただいてるので、はい、本当にお任せください。いや、お願いします、はい、ちなみに、うん、今体重ってどのくらいあるんですか。体重、はい、体重え、発表しなきゃいけないの、これ。あ、じゃあちょっと、はい、一番、うんうん、最近頑張ってダイエットしたんだけど、はい、一番太ってる時がで、はい、が、はい、体脂肪は、体脂肪、はい、一応やっぱり今日から頑張っていく。あ、はい、メルちゃんに恥ずかしい。え、全然、だって耳元だから。と、体脂肪は、はい、あ、やばいですね、これはもう完全にデブですね、完全にデブですね。そうですね、やっぱ毎日はこう飲んじゃうし。ああ、なるほど。やっぱそのね、動画とかで、うん、あのハンバーガーとか、なるほど、ハンバーガー食べちゃう、そう、ラーメンとか飲んで出したりとかしてるので、うん、もうこれはトレーニング必要だなと。そうですね、はい、やっぱりその体重とかの数字は大事ではないんですけども、うんうんうん、やっぱりメリハリって一番大事なので、うん、はい、食べるものも気を使っていただくとはい、変われます。わかりました、はい、頑張ります。ということで、うん、今日からじゃあトレーニング一緒に。そうですね、はい、3ヶ月以内に、はい、メリハリボディをゲット したいと思います。先生にあの身を捧げて頑張りたいと思います。頑張りましょう、はい、はい、じゃあ今日は、うん、まずはみるちゃんの、はい、そう、見本というか、わかりました、プリプリ筋トレを見せてもらおう。プリプリ筋トレそう、プリプリ筋トレを見せてもらいたいと思います。はい、紹介します。はい、はい、じゃあまずは、まあ、やっぱお尻ヒップアップのトレーニングの一番おすすめはヒップスラストです。足はちょっと腰幅に開いて、つま先は猫にで、バーは手に添えます。で、お尻の力を使ってグイッと上げます。この時に、上がった時にすごいお尻に収縮がかかって一番ヒップに効きます。はい、で、下げる、上げる、下げる、上げる、この繰り返しです。上げた時にしっかりとお尻をキュッと締めることでさらにあの負荷がかかって、すごい刺激がお尻に入ります。締めて止まるとさらに効果が期待できます。はい、これがヒップスラストです。じゃあ次にスクワットですね。これもお尻とか、まあ、下半身中心なんですけども、スクワットをすることによって代謝が上がって痩せやすくもなるのでおすすめです。ではスクワットやっていきます。はい、まずはちょっと肩甲骨を寄せて土台を作って、その上にバーベルを乗せます。で、持ち上げて足を開きます。これ足の開き方も何種類かあるんですけども、種類があるんですけど、今日はちょっとお尻によく効く開き方、ワイドスクワットやりますね。大きく足を開いて、で、かかとに重心を置いて、背中は丸くなったりしないようにまっすぐ伸ばします。で、そのまましゃがんでいくんですけども、注意点としては膝がつま先よりこう前に出ないように、お尻を後ろに下げるように片手で行きます。片手見てるだけだと本当にすごい簡単なんですけども、やっぱり体が硬い人とかだと結構前に行っちゃったり、なるほど、お
後ろに。めっちゃお尻綺麗。意識しながらやっていきます。お尻が素晴らしいんですよ、本当に。お尻と床が、まあ、平行になるぐらい、このぐらいまでしゃがんだら上がります。しっかりと綺麗上がっていきます。はい、というわけで、はい、トレーニング見ていったんですけど、うんうん、いやすごい重さでやってるよね。そうですね、私は、まあ、ちょっと重ためでやってるんですけど、うんうんうん、全然重さがどうとかはないので、重ければいいとかでもないし、そうなんだ、しっかり効かせてやることが大事なので、うんうんうん、軽くても綺麗な体を作ることは全然できます。なるほど、はい、はい、というわけで、今日から3ヶ月、うん、頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。はい、というわけで、メルちゃんの、はい、メルちゃんは普段筋トレとか、うん、そのプロテインとか体作りの動画を上げてるんだけど、そのメルちゃんのチャンネルはこの下の概要欄にリンク貼ってますので、はい、あとナイアジムの、ね、リンクもこの下に貼ってますので、よかったら見てみてください。それでは少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。